高架化後の台中駅に視察で訪れた総統の際、英文に状況説明する市長の林と交通部長のが、賃貸林慶流は中華民国の政治家、党職員、立法委員、台中市長を経て、祖貞正内閣の元交通部部長、台北市満月出身。父親は、ウリンケン麦両合出身の裁縫師だったが職を求めて台北市に住むようになった。 母親は、昇華県士か港鎮出身。夫人の両援助は、上場企業キビ電子元東座、両日記賞の令上で、キビ実業創設者、巨分流の名にあたる。自由主義学者の古物に、知事、三月学運などで活躍したほか、大陸問題研究者のサークル長を務めた。大陸者を率いた理由は、国民党以外に異論を発せる。 グループの発展を願ってのことだとしている。実績公民監督国会連盟の議員評価では、第8期任期中の教育、文化委員会で、第1回期、第2回期のトップ、第3回期、第4回期では、最優秀立法委員に選ばれた。また本会議出席は、第4回期までで、トップの出席率、第5回期までは、無欠席だった。実績実績。 大大中123計画、ミスター B&B 交通網による複合公共交通網の整備実現を掲げている。自らの政策遂行のため、日本、欧州の視察や企業誘致を精力的に行っている。市長任期中の総動対中駅から西洋路市大学館にあった BRT 専用レーンをバス専用レーンに変更した優先区間を設定し、 区間内の運行本数を426便から855便とほぼ倍増、乗客数を30%増加させた。反対派からは浪費を指摘されたが、BRT 時代は乗り場と改札こそあったものの、専用レインが全くない区間や、運行開始時点で未完成だったりと、不完全なまま始導したことで失敗に終わったと反論。2015年1月20日、 予算が80億元から、ほぼ倍増の150億元に達した、直轄市昇格記念事業台湾タワーを中止、前市長時代の設計、見積もりが過小だったとして、調査を遂行し、前市長派から反発を受けている。2015年4月10日、北東区で発生した、東上げ建設による、都市運橋桁落下事故で、国民党の立法委員だった、旧武氏は、 就任間もない林をあざける、台中市民のミスだというフェイスブックの投稿が論議を読んだ。同じく、台中選出の民進党立法委員、王忠司堺は、建設に関わる監督官庁は、行政院参加の交通部と、委託先の台北市政府及びその参加の派や、運行局でありそれぞれ国民党出身の、盲字国、各竜武氏、古志強がその責任者だ。 と反論した。台中市政府には建設事業での監督権限がなかったため、林は台北市長に就任して間もないか分鉄の協力を得て、工事を中断しての捜査と台中市側への監督権限強化を図り、8月に工事は再開した。2015年12月25日、民進党は市議会では単独過半数に至っていない主張と議会のねじれ減少下で、 市の各年度予算1771億元が可決されないまま会期末を迎えた。前市長の13年間では2次、3次審議もなく、通過させていただけでなく、1億元程度の削減で済ませており、議会のチェック機能欠如を市長が逆批判する展開となった。これに対し議会も翌年に1月26日までに3度の審議を経て、 補正予算総額1263億元を通過させた。独特の造形により最も思考難易度が高いと言われた過激院は本来2014年11月23日開館予定でプレオープンこそしたものの多数の思考不良が見つかり選挙期間と重なったため一旦閉鎖して再思考を呼びかけたが建築デザインを手掛け落成式典にも招かれていた。 日本の建築士、伊藤富雄の前で過度な製造を見せつける形となり、伊藤は不機嫌だったという。その五行政院公共工程委員会主催の公共工程金室、小受賞で再視察に訪れた、伊藤も満足げなコメントを残し、騒動は収束した。過激委員は2016年9月末に再オープンしている。2015年3月6日、 地元タイ中で開催された2015年、ランタンフェスティバルで、開幕直前に、春節の縁起物であるヤギの巨大ランタンの首が、落下してしまい、前途多難さを予感させたが、試食員総出で修復を急ぎ、予定通りの開催にこぎつけ、来場者数も1000万人を超える過去最高の、動員となった。なお、ネット上では開幕前日の完成式典に、 バエ級が参列していたことから、デス握手で知られる馬との関連が想起されることとなった。旧来からの首相選出された、新首相研究員時代に大陸側人材との交流はあったが、日台関係への介入には、否定的である、ドナルド・トランプの大統領就任式典に、民進党代表団の一員として出席している。2005年当時の民進党は、 新水平政権2期目での汚職や、権力闘争で統制が失速しており、有力な候補者を立てられずに林を擁立。敗職濃厚で大敗だったが、半ば敗戦処理とも言える役割を引き受けた林は、その後も翌年から約1年半、党中央本部の秘書長に就任しつつも、大中を去らずに地盤としていった第8代、立法員選挙で、大中市第6選挙区の公認候補として、 国民党の公与思考を退りけた。2010年県市合併に伴う合併後の初代市長選挙は旧大中県県庁の任期を1年を延長する形で行われた。前回県庁選挙で敗れていた林は県土従来を期して立候補予定だったが、党中央本部は林では賞賛の見込みが薄いとして、その吉見明を候補にした。 林は2015年1月の遠見雑誌で公認候補を譲ることになったのは生涯最大の決断だった。と語っており、投票1ヶ月前の時点でも、夫人と共に蘇が当選すれば一生立候補することはない。と語っていた。結局いけるが敗れたためこ市長の市長人気は13年間に及ぶことになり、 林は2012年の立法院選挙で公認候補として当選した。2014年市長選得票率分布2013年4月、林はいち早く翌年市長選挙の参戦を表明2014年2月、民進党は林を正式に市長選公認候補とし、選挙期間中は立法委員の職務を離脱した11月29日、林は 現職の古市教を21万票の大差で破り、第二代大中市長に当選。2005年の敗北から10年で雪辱を果たした。中国国民党の古市教陣営からは、林が市内住居物件を購入していないことについて、選挙に負ければ大中を去る気だと猛烈な批判を展開されただけでなく、日北市の豪邸に住みながら、個人の父をわずかばかりの納骨堂に押し込めている。 などと同行した人格攻撃を行い、あまりにも非人道だと、かえって、個人営が批判されることになった。子は、人気中に建造した高級住宅街、七木豪宅区が、投資物件として扱われ、庶民層の住宅政策が手薄だったことから、逆効果しか生まない結果となった。子が、人気中に、主建設局局長に任命していた、クレヨが林を、現代版、 陳予備とののしる文章を拡散した。対中地方法院は、これが林を落選させるために投票8日前に行われたネガティブキャンペーンであり、林の名誉を既存しているだけでなく、有権者への冒徳であるとして千まかりムか法に基づき、暮れに4ヶ月の実刑と1年間の公民権剥奪を課した。現職として立候補するも、 中央政府の政策不支持が響き再選はならなかった。ありがとうございます。